どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今私は、クアラルンプール国際空港にいて、とうとうですね来てしまいました。ダイヤモンド州をね、ラストフライトとなりました。本日はねクアラルンプールから東京 ANA の、今回はね2回で簡単2週で簡単 SFC 修行っていう動画をね、私のチャンネルで出しておりますけども、海外発見ですので、東京からねクアラルンプール、クアラルンプールから東京はですね、別で発券する必要がありますんで、行きはね、LCC の、タイライオンエアと、バリンドエアだったかな、そちらをね利用して、このクアラルンプールまで来て、そこからね、2周で簡単2回で簡単 SFC 修行ルートをね、利用して2回ニューヨークに行って東京から帰ってきて、東京に乗り継いで、このクアラルンプールで、このクアラルンプールから別で発見する必要がありますので、行きはね、LCC の、タイライオンエアと、バリンドエアだったかな、そちらをね利用して、このクアラルンプールまで来て、そこからね、2周で簡単2回で簡単 SFC 修行ルートをね、利用して、2回ニューヨークに行って、東京から帰ってきて、東京に乗り継いで、このクアラルンプールで、このクアラルンプールから別路線でね、発見する必要があります。で、その発見したね、クアラルンプールから東京路線、こちらが最後という感じですね。本来はね M クラスで発見するんですけども、なんとね M クラスのエコノミークラスより、N クラスのプレミアムエコノミーのクラスの方がね、価格が安かったんですよね。で、プレミアムポイントをね計算したところ、N クラスでもね、ダイヤモンド修行でプレミアムポイントのね達成は可能ということで、今回はね帰り道は、プレミアムエコノミーで東京の方に帰ります。で、今ね朝の8時半ぐらいかなで、搭乗が、1時45分だったかな、に搭乗開始ということですので、ひとまずね、ラウンジでゆっくりしつつ、搭乗を待ちたいなっていう感じですね。いや、このクアラルンプールもね、今年もね結局何回来たんだろうっていうぐらい来たんですけども、もう着いたらねホッとしちゃう。それではね、ラウンジの方はねまた別で動画出そうと思っておりますんで、そちらね見ていただけたらなと思います。それではね、ラウンジの方出ました。これからねゲートの方に向かいたいと思います。それでは行ってみましょう。今回はねゲート C の22番ということで、今までねいつも C の1、2、3、4、5、6みたいなところがねいつも、ゲートだったんですけども、今回は違う場所ですね。それではねゲートの方に着きました。毎回のことですけども、クアラルンプールはね搭乗ゲートの前にね手荷物検査がありますので、そちらね受けていきたいと思います。それではね手荷物検査を終えました。いやー、とうとう来てしまいましたね、ラストフライトが。でも本来は搭乗時間過ぎてるんですけども、まだ搭乗開始してなさそうですね。しばらくここら辺で待ちたいと思います。それではね搭乗始まりましたので搭乗していきたいと思います。それではね、無事搭乗することができました。今回は 16K という座席ですね。ここがねダイヤモンド修行ラストフライトボーイング787でございます。で、今回はねプレミアムエコノミークラスを、チョイスさせていただきました。座席は、ね、こんな感じで、ちょっとねウルトラライトダウンが見えていて申し訳ないんですが、こんな感じですね。足元はかなり広いですね。で、あとスリッパとヘッドホンが入っております。モニターはこんな感じで、
結構大きいですね。 USB ポートもありますね。こんな感じで外もね楽しめる座席となっておりますので、離陸着陸ねそれも楽しんでいきたいと思います。まだね搭乗したばかりでて、しばらくね飛行機が動くまで、待ちたいと思います。いやとうとうラストフライトですね。何回も言ってますけども、いやなんか寂しいですね。それではね、まもなく離陸となります。それではね、無事離陸することができました。クアラルンプールの街並みが見えておりますね。それではね、リクライニングに倒していきたいと思います。ちょっと待ちこんな感じです。ない状態からだと結構倒れますよね。結構倒れますね。で今回ね、16系ということで、まあ、後ろのね、人はいませんので、まあ、気兼ねなくね倒せますよね。いやいいですね。こんな感じいいですね。 で足元なんですけども、フットレストがねあります。フットレストが上がるっていう感じですね。正しい使い方としてはこういう感じなんですね。靴下の色が恥ずかしいですね。こんな感じですね、ちょうどフットレストとこの足乗せるところはねこんな感じで利用できるっていう感じですね。やはりね行きはエコノミークラスで来ましたので、まあ、行きはね非常口座席ということで、まあ、足はね伸ばせたんですけど、やはりね違いますね。いやいいですね。これで6時間、約7時間ぐらいのフライトかな、6時間ちょっとぐらいのフライトで、今ね離陸して、まあ、10分ぐらいなんですけども、これからね機内サービスが始まります。それではね、機内サービス始まりました。いつも通りねトマトジュースいただいてます。それと一緒にねおつまみいただいてます。このね飲み物サービスの後にそのまま機内食が配られるっていう風に先ほど
アナウンスがありましたね。食事をしてね、早々にちょっと休みたいなと思いますね。かなり眠いですね。でもこのプレミアムエコノミーの達人やっぱりいいですね。久しぶりに乗りましたがやっぱりいいですね。それではね、機内サービス、機内食始まりました。チキンステーキ選択させていただきました。まあこんな感じですね。まあわからなそうなものはなさそうですね。うどんがついてますね。それではいただきます。いただきます。皆様、羽田空港に着陸いたしました。ただいまの時刻は12月16日午後9時32分です。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。それではね、飛行機が止まるまで、もうしばらく待ちたいと思います。
いやー、最後の最後でこうやって見れてよかったですね。いやー、かっこいい。それではね、羽田空港到着いたしました。とうとうね、ダイヤモンド仕様ねラストフライトを終えて、羽田に着いたわけですけども、今回はね、ANA の、プレミアムエコノミークラスでクアラルンプールから東京まで、帰ってきました。いやー、感慨深いですね。そしてこのダイヤモンド仕様ね、とても個人的には楽しかったですね。いろんな空港場所、まあほとんどニューヨークだったんですけども、いや楽しかったですね。で、あのこの羽田空港でもね、あのユーチューバーの平井さんですかみたいな感じで声をかけていただいてね、とても嬉しかったです。もしね見かけた際は、じゃんじゃん声かけてください。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。